毎度ご視聴ありがとうございます。この間マウント高尾号に乗車したら、号車ごとの席の埋まり具合が中途半端に感じ、どうにかならないのかと考えたウプ主です。新宿駅の構造上仕方ない面もあるのでしょうが、もう少し前方車両へ客を誘導できるような企画をしてほしいものです。さてこの動画は、今年3月に行ってきた鉄道旅のパート3の動画になります。パート1とパート2の動画をまだご覧になっていない場合は、必ず先にパート1とパート2の動画のご視聴をお願いします。それでは始めていきましょう。南武線の車内からおはようございます。準備に手間取った結果、改札外での撮影をカットする羽目になってしまいました。それはさておき、南武線で立川まで行きます。昨日と一昨日は泊まり旅でしたが、最終日となる今回は日帰りで旅をしていきます。そんなことはさておき、列車は八穂までやってきました。この駅の近くには、東日本最古の天満宮となっている、八穂天満宮があります。受験期に合格祈願のため訪れたという人もいると思います。立川に到着です。朝早い時間帯だからか、終点まで車内の乗客数はまばらでした。さてここからは、特急あずさ3号に乗って松本まで行きます。あずさ号に乗るのは、第5回以来になります。この列車は千葉始発で、以前までは南渡り行きだったやつです。列車は塩津を通過。この駅の近くには、車高エレベーターで有名な、コモア塩津があります。山梨のマチュピチュとも呼ばれているんだとか。さて大月まで来ました。この駅では後ろに連結していた富士海遊号を切り離します。あずさ3号が松本駅になったと同時に、後ろに富士海遊が連結されるようになりました。また、このあずさ3号は大月を出ると沿岸、山梨市、伊沢温泉、甲府の順に停車します。以前は甲府までノンストップでしたが、通過していた3駅の周辺民からの苦情があったのか、再び停車するようになりました。韮崎です。現在では松本駅までとなっている東京近郊区間ですが、2014年頃まではこの駅までが東京近郊区間でした。噂では近いうちにこれが長野駅までとなるみたいです。岡谷を出てすぐ、昔のメインルートであった辰野支線の線路と分かれます。塩嶺トンネルが完成するまでは、ここから塩尻駅までが辰野経由となっていました。ちなみに、辰野支線を全線走破する列車は1日1本しかありません。塩尻です。中央本線はここから向きを変えて名古屋方面に向かっていきます。乗車中のこの列車は、この駅から篠ノ井線に入ります。松本に到着です。この駅の自動放送は通称、上のおばさん、と呼ばれるタイプの放送が使用されています。ちなみに、時間帯によっては聖徳太子しか聞き取れないとされる放送が流れることもあるんだとか。さてここからは、長野駅に向かおうと思うのですが、せっかく特急の自由席が乗り放題の切符を使っているので、今回は信濃5号で向かおうと思います。車両は383系。この度余命宣告がなされた車両です。せっかく383系に乗車しているので、座席紹介をしたいと思います。全体はこんな感じで、ごく普通のリクライニングシートです。リクライニングはこれくらい倒れるんですが、意外と深く倒れてるように感じます。日よけはカーテン式になります。JR 東海の特急車両はこれがデフォルトなのでしょうか。篠ノ井線の小橋駅付近は、日本三大車窓の一つとして数えられています。そのため、進行方向右側の席に座ると、綺麗な景色を見ることができます。また、オバステ駅は日本でも数少ないスイッチバック方式の駅になっています。それについての紹介はまた別の動画でやろうと思っているので、今回は割愛します。篠ノ井を出て信越本線に入ると、北陸新幹線との並走区間になります。篠ノ井駅の付近は新幹線と在来線がほぼ同じ高さで並走している区間です。乗り換え案内で忘れ去られた路線がいくつかあるのはさておき、長野に到着です。さて、長野に来たからには信州そばをたしなみたいと思います。ということで、6、7番線ホームにある蕎麦屋で昼食です。
私は普段から蕎麦を食べる機会があるのですが、長野で食べる蕎麦は格別に美味しいと感じます。やはり信州蕎麦というだけあるということなんだと思います。さて蕎麦を食べ終わったところで、ここからは時間調整を兼ねて、こちらの小諸行き快速電車で篠ノ井まで行きます。乗車するのは信濃鉄道の車両である SR1系。篠ノ井駅までは JR 信越本線の扱いなので、篠ノ井までは JR の切符で乗れます。川中島を発車。この駅は停車しますが、この列車は JR 線の区間でも通過運転を行います。青森駅と今井駅が通過駅となっています。さて篠ノ井に到着。ここから先は信濃鉄道の区間となり、JR 線ではなくなるので、今回はここで下車します。さて、改札を入り直して、今度は115系の普通列車で長野まで戻ります。置き換えが進んでいる形式に乗れるのは少しラッキーです。長野に到着です。改めて乗ってきた115系の写真を撮影。乗車したのは2両編成の115系なんですが、この旅をした約2週間後に SR1系によって置き換えられ廃車になりました。そのため、今では2両編成の運用は全て SR1系によるものとなります。乗る予定の列車までまだ時間があるので7番線に来てみると、なんと6門が停車していました。既存の115系を改造した車両で、この編成だけは編成事情のために SR1系の投入が完了した後も残存するそうです。信濃鉄道の115系について話したところで、ここからは北陸新幹線で一旦上越妙高に行きます。W7 系のトップナンバーが来ましたね。W7 系のトップナンバー編成の先頭車両デッキには、ブルーリボン賞受賞記念のプレートがあります。かつては E7 系のトップナンバーにもついていましたが、あっちは2019年の台風で水没し廃車となってしまいました。飯山を通過。この駅では飯山線と乗り換えができますが、新幹線と飯山線との接続は良くないことが多いです。上越妙高に到着です。ここから先の北陸新幹線は JR 西日本の管轄になります。さてコンビニで軽食を調達して、ここからは八鷹566号で東京まで行きます。この列車で今回利用しているフリー切符の最後の指定席枠を利用します。軽井沢を通過。ここから先は薄い峠越えの区間になります。この区間の建設に関しては色々あったようなんですが、それについては第19回で説明します。東京到着です。大宮から先の区間はパート2で乗車しているので、今回は割愛します。さて旅のラストスパートです。中央線の快速電車で新宿まで行きます。中央線快速電車では209系が走っていますが、固定運用になっているので普通に233系が来ました。新宿に到着です。余談ですが快速立川行きってなんだか南武線みたいですよね。さてここからは、相鉄線に直通する新宿始発の埼京線で武蔵小杉まで行きます。相鉄の1万2000系が来ました。武蔵小杉に到着です。この区間は幾度となく通っているので全カットです。さてここからは安定の南武線です。武蔵新城まで行きます。ここも幾度となく通っているので全カット。武蔵新城に到着、これにて3日間の鉄道旅、全行程終了です。ということで以上が今回の動画となりますが、いかがでしたでしょうか。東北エリアや信州エリアには、美味しいグルメがたくさんあります。皆さんもぜひ、週末パスや青春18切符などのフリー切符を使って、東北や信州のグルメを食べに行ってみてはいかがでしょうか。各地の美味しいグルメが、皆さんを待っています。次回の鉄道旅では、うぷ主がまだ行ったことのないエリアに向かう様子をお届けします。公開まで気長にお待ちいただければと思います。今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。